はい、皆さんこんにちは、物販講師の黒沢です。今回は物販を始めるのもテストマーケティングを行うのも講師卸市場に行くのもタイミングってあるようでないようなものなんだって話をさせていただきます。じゃあタイミングに変わる何が大切なのかっていうと期限です。で、その期限っていうのは誰が決めるのかっていうと各自が決めるものですよね。別に期限決まってるわけじゃないですから、何月何日までにテスマしないと殺されるとかぶったたかれるだとか怒られるとか決まってないですから。ビジネスの世界っていうのはそういう世界ですから、元来従業員として動くわけじゃないんでね。ってことはいくらでも先延ばしにできるってことなんですよ。で、いくらでも先延ばしにできる状況で今やっている作業から足し算で考えていくと人って得てしてうまくいかないと思います。広州卸市場に何月何日から行くから、その前までに何回テスマする、で、その前までに何回テスマするために何月何日までに商品リサーチを終える、で、何月何日までに商品リサーチを終えるために何月何日から物販を始める、で、何月何日から物販を始めるために何月何日までに資金を貯める、こんな感じで逆算していかないと、これ先日お会いしたマーケッターの方とも完全一致したことなんですけど、人って簡単に2年ぐらいは先延ばしできます。自分がこうしたいんだって言ったことだろうが、自分はダイエットするんだでも自分はこう変わるんだでも何でもそうなんですが、今からカウントしていこうとすると、下りますよ。で、2年なんて本当平気で経つんだよねっていうことを話してました。小学校、中学校、高校の時の夏休みの宿題が8月31日で終わった理由は9月1日から始業式があったからです。今から夏休みです。期限はありません。宿題の量はこんだけですって言ったら、自分多分8月31日を超えても宿題全然手つけてなかったと思いますし、毎回私講習にアテンドとして行ってますけれども、何月何日から何月何日まで講習のツアーで、その後何日間延泊するって決めて、もう飛行機の予約とかホテルの予約とかも全部生徒さんのものも含めて済ませてるからこそ、じゃあこの時間この期間どうやって有益に過ごすのかっていうのを死ぬ気で考えて、だからやることが決まって、この前だと、ファーディワンに行ったりだとか、13行っていうアパレルの卸の大元に行ったりだとか、あと現地の友人に会ったりだとか、受講クルーズに乗ってみたりだとか、そういうこともできるってだけですよ。本当にそんだけなんです。やっぱり我々って、期限を決めて逆算していかなきゃいけないんだけど、社会人になったとしても、少なからずの人がね、自分も塾の主任講師してた時はそうなんですけど、何月から何日まで夏期講習の期間です。何月から何日までお盆休みですって、大体上からね、決められている、そういったスケジュールがあるわけじゃないですか。で、授業のフォームがあって、テンプレがあって、そういった中で仕事をしている、毎日を過ごしているから、自分で能動的に動いているように感じられても、結構受動的に勝手に決まってることのおかげで毎日進めてるんですよ。それが、例えば自分だったら塾の主任講師を辞めて、はい、フリーランスです。ってなった時に、全部そういったものも決めなきゃいけないっていうのを、慣れてないんですよね。学生時代は学生時代でやっぱりカリキュラム決まってたわけだし、従業員時代は従業員時代でやっぱりカリキュラムスケジュールが決まってたわけなんで、それを自分でやんなきゃいけないですよって言われた瞬間、テンパってることにも気づかないで、ダラダラしちゃうっていうのがあると思います。だってダイエットも、いやー今日は、カツ丼食いてえからダイエット明日からにしよう。いやいや来週からだ。来月からだ。まだ夏まで時間あるからいっか。まあ、今年の夏は別に水着着る機会ないからいっか。っていうのを繰り返して2年ぐらい平気で経っちゃいますよね。筋トレもそうですし、男性で言えばね。だから、とにかく我々って期限を決めて逆算していかなきゃいけないし、背に腹の問題でご資金的なことだとかご家族に相談するとかあるけど、タイミングを測ってるって言って2年ぐらいって本当スンと経っちゃいますから、
じゃあそのタイミングって何なのっていうと、自分でいついつからって決める意思なんですね。その能動性っていうのがないと、物販をやるっていうタイミングでも、テスマをやるっていうタイミングでも、ついつい目の前の作業をじゅんぐりじゅんぐりやり続ける。工程をぐるぐる回るみたいな感じで、商品リサーチをやりましょうって言われたら、商品リサーチだけやってる人っていうのは手つまに進まないんですよ。手つまやるために今商品リサーチをやっていて、手つまは何月何日にやる予定だから、そのために商品リサーチを何月何日まで済ませようって感覚で進んでる人は、もっとスケジュールに沿って進んでいけると思います。本当に自分も初めて講習行く前って、やだ講習なんてめんどくせえ、行きたくねえなんて思ってた口ですから、その自分が半ば強制的にね、まあ、当時は物販の副講師みたいな立ち位置だったんで、半ば強制的に講習行ったら講習の良さを知ったと。で、その時感じたんですが、行ってみりゃわかる、やってみりゃわかることっていうのは、行かなければわからないし、やらなければわからないんだから、その前に完璧に下準備をする、下ごしらえをするなんて無理なんですよ。ただ一口食ってみりゃ味だってなんだってわかるわけなんだから、要するに食うってことは体験するってことですね。経験するってこと。その経験するっていうことを頂点にして、しかも一つ経験することっていうのは、その先の経験のための手段だし、その先の経験っていうのは、その先の先の何かしらのゴールや経験のための手段になってるわけなんで、その感覚で大きなゴールから逆算していく。大きくなくても何かの一つの起源から逆算していくって進め方しないと、本当にね、もう気づいたら老衰で倒れてますよ。有限の人生の中で、自分の時系列っていうのは、特に自分で決めていいって言われている、副業として物販やりますかとか、ダイエットいつからしますかとか、筋トレでマッチョになる計画はいつから実行しますかとか、誰にも怒られないし、誰にも強制されず、自分で能動的に判断していくしかない領域の話って、得てしてもうダランコダランコしがちです。自分もそういう面がまだまだあるので、本当に自制自戒込めてこの話共有させていただきました。